続いて国民新党の政見放送です。お話は国民新党総裁笹岡隆さんです。まずはじめに、私は現在の参議院になんとタレント議員の多いことでしょう。このタレント議員だからといって全員が全員、不能であるとは無能であるとは申しませんが、ただ知名度だけを頼りに、選挙に立候補し、そして当選した後には、大政党の議員の一コマでしか役に立てない、大政党の賛成反対の一コマでしか役に立っておらない、現在のタレント議員のあり方に大変、不満を持っております。知名度だけで、当選をし、必ず大政党の議決の一コマにしかならない現在のタレント議員に、これ以上デタラメな投票をするのは、無責任な投票をするのはやめにしましょう。これ以上参議院をタレントの吹き玉にしてはなりません。また次に、今回の PKO 法案に関する、国会の在り方について申し上げます。私は誠に情けなくな思いました。あの社会党のやった牛歩戦術は一体何でしょう。階段を横に歩いていたのがおりましたが、階段というものは元来どんなにゆっくりでも一段一段登っていくのが当たり前です。あれはただ社会党の無力さを示した何者でもないと受け止めております。その後、社会党と社民連は国会議員の辞職願いを提出いたしましたが、しっかりと給料は受け取り、国の歳費まで使っておりました。もちろん議員会館も議員宿舎も使用しておりました。本当に辞職する意思があるならば、給料も受け取らず、そのような権利もすべて放棄し、辞職すべきのが本当の姿ではなかったでしょうか。ところで、私ども国民新党は PKO については賛成です。我々は我が国は特に世界のありとあらゆる国から物資を輸入し、それによって国民の生活が成り立っておりますにもかかわらず、他国の揉め事については一切、知らぬ存ぜぬ、金だけ出せばいいといったような無責任なのが今までの日本の現状でした。もうこの辺で国際貢献をしなくてはならない時期にあるのは当たり前のことです。しかし、PKO には賛成ではありますが、現在の憲法下での、自衛隊と称する日本国の陸海空軍は違憲です。いつまでも戦争後遺症の考え方で世界に対処しているのではなく、この辺で法を根底から見直し、現在の国情と世界情勢に堂々と対応できる新しい憲法作りが急務であると確信いたしております。言うまでもなく、現在の憲法は敗戦直後にアメリカによって作られた植民地憲法であります。国民新党より国民新党の比例代表区より、立候補いたしております候補者の紹介をさせていただきます。笹岡隆、私が、国民新党の総裁です。中澤久人と日比友好福祉協会の会長です。高田博明、国名館館長です。松尾豊、塀の中の人権を守る会の会長、長森健三、日政会役員をいたしております。白石菊夫、青少年不良化防止協会の、理事をいたしております。鎌田光昭、党青年局長並びに、食品衛生研究会の会長をいたしております。小林明、
青少年不良化防止協会理事並びに小林工業の代表取締役であります小宮山明、党出版局長、引き続き私の政見放送を行います。現在の国情に堂々と対応できる憲法、これが私たちの国民新党の公約にも掲げてある新しい時代の新しい憲法こそが今必要です。また国民新党の公約の中に塀の中の人権を守るという大変重要なことがあります。世の中の片隅に忘れ去られ何度となく国会の議題にも出されましたが、いまだ改正されることもなくそのままになっているのが監獄法です。明治41年3月に制定され10月施行のこの監獄法は日本で最も古くて非人道的な法律と言わざるを得ません。戦後一部が改正されましたが、ほとんどが明治憲法の下の粗雑な法律で、この法律がいかにデタラメであるかは監獄法第10条を見ても明白です。これは10条には陸海軍監獄への適用除外という条項があります。このようなデタラメな監獄法が未だ脈々と生き続けております。収容者は8時間労働を強制され1ヶ月に500円程度しか支給されておりません。かなり長期にわたって、収容されておっても月何千といった具合です。これでは社会に復帰して10日もすれば、生活に困窮してしまいます。受刑者当人は何らかの法を犯して収監されております。社会に残された年老いた親や子供には何の罪もないはずです。せめて社会に残された者に、あるいは被害者に対し、償いのできる生活の援助のできるようにすべき、この法律も憲法同様早急に改正すべきだと考えております。国際問題といたしましては、旧ソビエトと現在のロシア共和国との間にくすぶり続けている北方領土の問題がございます。あの北方領土は我が国固有の領土であり、今さら何を盗っ人たけたけしいと言いたいのであります。援助が先だなんてロシアのエルティンは言っておりますが、北方領土の返還は今や日本国民総意であり、その総意である領土を返さない限り、援助は国民の決意をもってする援助はするわけにはまいりません。まずは日本を裏切り日本国民を虐殺し領土を占領したことに対し、ロシアはソ連に代わって日本国民に謝罪すべきです。領土問題が解決したい限り本当の戦後処理が終わったとは申せません。それに関連したことではありますが、ほとんどの方々が知られていないのが制空権の問題です。日本の空は未だアメリカに、支配されております。民間機はもとより自衛隊の航空機に至るまで全部英語で通信をしなければなりません。例えば日本領空を侵犯する国籍不明機があったときに、日本語でやる前、親切に日本自衛隊はロシア語や英語で問いかけております。こんな情けない、国はありません。早く日本の空もせめて小型機やヘリくらいは自由に日本語で飛べる空を返してもらいたいものです。我々国民新党はさまざまな角度から日本の在り方を見直し、緑豊かで平和な日本をいかにして次の世代に継承するかをスローガンに掲げております。次の世代といっても西暦何年何月何日をもって継承するというようなものではありません。日々起きうる、一夜明けるごとに起きうる全ての諸問題に対して断固と独断と偏見を捨て正しく対処してやることが現在生きている我々の務めであり義務であると考えております。必ずや、そうすることによって日本を豊かで、平和な日本を次の世代に引き継ぐことができると確信しております。また国内問題といたしましては、経済の問題を避けて通るわけにはまいりません。景気が低迷するのは
何も国民が労働を怠けているわけではありません。いくら日銀の公定歩合を下げようと公共投資の前倒しをしようとも景気は良くなりません。実際この国の経済は大企業だけでなく中小企業や個人企業と一般消費者で支えられております。現在の自民党政策は大企業優先で、国民のことは全く無視した国民不在の政策としか言いようがありません。景気回復には何も最も大切なことは何も難しいことではありません。銀行がどんどん市中に資金を貸し出せるよう国が徹底的な現実的な指導をすべきです。世の中に潤沢な資金が回り出せば景気は間違いなく回復します。次に金融機関のやりたい放題の乱れ切った経営ぶりが連日のように指摘されております。大阪の東洋信用金庫はたった一人の女詐欺師に食いつぶされました。一般の企業なら完全に倒産という惨めな結末を迎えていることは明白です。なぜ金融機関だけがデタラメをしても倒産しないのか、また大手銀行のデタラメな管理にも驚きます。時間の関係上事細かな説明はできませんが、銀行側の勝手な振る舞いによって倒産してしたり不利益を受けている個人の方は、たくさんおります。個人と銀行では資金力と社会的な信用からして、裁判をしても途中で断念したり泣き寝入りをしてしまうようなケースが大半ですが、国民新党はそんな金融機関の横暴を断じて許しません。カードとクレジットの乱売合戦の餌食になり自己破産に追い込まれておる若者もたくさんいるという現実をこれまた野放しにはできません。教育問題にも触れたいのですが、小学生の頃から塾通いに追われ、偏差値によって進学の進路まで決められてしまう現在、また親をといえば、家のローンに追われ、一体何のためにこの世の中に生きてきたかわからないような状態が現実なのです。国民の大半を占めるサラリーマンや個人労働者の住宅購入に対し国家が本腰を入れて支援すべきです。対外援助より国民が優先です。最後に在日韓国人、中国人、台湾人の市民権についてもうそろそろ憂慮すべき時期が来ているのではないかと私は考えております。在日2世3世はもちろんのこと、一定期間、在住しこれからも日本に引き続き定住しようと望む人に対しては帰化しなくても市民権は許可すべきです。なぜかというと国民と同じように税金を取り、しかも日本の法律も適用されております。悪いことをすれば国民同様逮捕もされております。社会の一員であることには間違いない事実です。以上いくつかの問題点を申し上げましたが、要は国民の一人一人が政治を選挙をもって真剣に考え、是と非をはっきり見定めて候補者を選ぶことが一番大切なことではないでしょうか。国民新党は国民による本当の国民のための政治を目指して頑張っております。国民新党の政見放送でした。